ジョーダングランプリ、ジョーダングランプリ、ジョーダングランプリはアイルランド及びイギリスの F1 コンストラクター。創設者は元レーシングドライバーのエディ・ジョーダン。1990年代に活動した進行チームの中では最も成功した一つで、1991年から2005年まで、第1世界選手権に参戦し、通算4勝を記録した。 コンストラクターズランキング最高成績は3位。1999年。ヤマハ、無限ホンダ、ホンダ、トヨタといった日本のエンジンサプライヤーの多くからエンジン供給を受けたチームでもある。アイルランド出身のエディ・ジョーダンが自身のレース活動のために設立したエディ・ジョーダンレーシングが前進。1987年にジョニー・ハーバートを擁して イギリス海産選手権を制覇しのち国際海産前、選手権にステップアップ。1989年には、ジャン・アレジがチャンピオンを獲得するなど、F3000 の強豪チームに成長する。同チームには、マーティン・ブランドル、F3、マーティン・ド・ネリー、デーモン・ヒル、エディ・アーバイン、ハインツ・ハラルド・フレンゼンなど、早々たる顔ぶれが在籍した。 国際会3000での活動を1991年いっぱいで終了する一方、同年には、会一チームのジョーダングランプリが誕生し、フォーミュラレースの最高峰へ挑戦することになる。会一初著作となる191は、モトレーナードのゲイリー・アンダーソンを中心に開発、オーソドックスながらもアンヘドラル・ウィングなどの流行を取り入れ、アイルランドのレーシングカラーである。 鮮やかなグリーンにペイントされた美しいマシンとして評判になった。また、ルーキーチームにもかかわらずフォードワークスの HB エンジンの旧、スペックを獲得した。なお、発表時はジョーダン911と表記されていたが、同名の車種を持つポルシェからの抗議によって191に変更されるというエピソードを持っている。メインスポンサーにペプシコーラッシャブランドの7アップが付き、 富士フ,フィルムやショーエーなどのスポンサーも獲得した。ドライバーは、力量だけではなく持ち込み資金の額も考慮して、ベルトランガショーとアンドレアでチェザリスと契約した。シーズン開幕は、予備予選からの出場となったが、決して評価の高くなかった二人のドライバーがコンスタントに入賞を果たし、後半戦は本予選組に昇格。フォードのカスタマーチームながら、 ワークスタイのベネトンを追い回し、時には上回るなど見せ場を作った。メキシコ GP では4位入賞直前で、ガスケツ下でチェザリスがマシンを押しながらフィニッシュしたことも話題になった。ハンガリー GP 後には、画商が障害事件で投獄されるという不祥事が発生し、代役としてメルセデス・ベンツの秘蔵子、ミハエル・シューマッハを起用する。シューマッハは、 デビュー戦のベルディー GP で当時チーム最高の予選7位を記録、決勝ではクラッチを壊しで修理タイヤ。このレースの後半には、チェザリソがトップを追い上げる場面もあったが、オイル不足によるエンジンブローでリタイヤした記録上は、乾燥扱いの13位。ジョーダンは、金の卵であるシューマッハと、長期契約を結ぼうとしたが、回一回の政治力により、 大騒動の末ベネトンに引き抜かれてしまう。次戦イタリア GP ではベネトンから医薬金を持ち込んだロベルトモレノがドライブしたが、わずか2戦で解雇し、アレッサンドロザナルディが最終3戦をドライブした。エンジン代金の滞納によりコスワースとの関係が悪化し、終盤戦は前半の勢いを失ってしまうが、それでも最終的に13ポイントを獲得し、 デビューシーズンにコンストラクターズランキング5位と追う素晴らしい成績を収めた。2年目のシーズンは日本のヤマハと契約し V12 エンジンの独占供給を獲得。オイルメーカーササル社が南アフリカ企業として初めてメインスポンサーとなりオイルサプライヤーとしても提携した。ドライバーはステファノ・モデナとマウリシオ・グージェルミンと契約。またテストドライバーに 黒沢拓也が在籍していた。ニューマシン192は、ギアボックスに、回一発の前後の押し引きでギアチンジができる、シーケンシャルタイプを導入し、時折速さは見せるものの、V8 から V12 へのエンジン変更が裏目に出て、ラジエーターの容量不足やギアボックスの信頼性不足に悩まされた。モデナは、予選落ちを4回も記録。 ポイント獲得も最終戦のオーストラリア GP での6位入賞1ポイントの1回のみと2年目のジンクスにはまるエンジンのトルク不足を訴えたことでヤマハとの関係も悪化し長期契約はこの年限りで決裂し両ドライバーも揃って回1から離れてしまった出直しとなる3年目はプライベートメーカーのハートが製作した V10 エンジンを搭載新車193には セミオートマチックギアボックスとアクティブサスペンションの簡易版である車高調整システム投入した。ドライバーは新人のルーベンス・バリチェロと前年フェラーリでドライブしたイバン・カペリと契約。バリチェロは第3戦ヨーロッパ GP では雨の中1時2位を走行し関係者の評価を上げる。しかし、カペリは資金的な理由と第2戦ブラジル GP での予選落ちが響いて、 わずか2戦で解雇となる。後釜として起用したディエリーブーツエンもバリチェロに合わせて作れたモノコックのサイズに体が合わず、成績も振るわずに母国ベルギー GP を持って引退。終盤戦はアルコアピチェラ、エマニュエルナスペッティエディアーバインと資金持ち込み、ドライにセカンドシートを切り売りすることとなった。チーム成績は日本 GP での2大入賞にとどまった。この年は 前年の体制を継続し、初めて2年続けて、同じメーカーのエンジンを搭載する。ドライバーもバリチェロが残留し、前年の日本 GP で、スポット参戦ながら6位入賞を果たした、エリアーバイがレギュラーとなった。バリチェロは、マ割の GP を、大クラッシュにより欠場するも、パシフィック GP で、初表彰台、第11戦ベルギー GP で、 初ポールポジションを獲得するなど活躍。一方、アーバインは開幕戦で多重クラッシュの原因を作ったとして参戦。出場停止を受けたため、パシフィック GP では鈴木アグリ、3割の GP と、モナコ GP ではデビューイヤーにドライバーを務めアンドレアでチェザリスが代わってドライブ。チェザリスはモナコで4位入賞を果たした。 194は191を彷彿とさせる、スマートなスタイルを持った車で、車児のバランスが良く、コーナリング性能に優れており、しばしば上位チームを脅かす活躍を見せた。ただし信頼性は十分とは言えず、この年に投入したセミオートマチックのギアボックスは、序盤にトラブルが頻発した。ジョーダンが開発資金の一部を負担をしていたハート V10 で、 ワークスエンジン勝負することは難しく、エンジンの出力不足はいかん、ともしがたかった。しかし中低速を重視したチューニングにすることで、一部の高速サーキットを除いては、プライベーターエンジンとしては、分な成績を収めることができた。大スポンサーや自動車会社のバックアップを持たない中で、年間28ポイントを獲得し、ランキングは故位に返り咲いた。前年に。 マクラーレンから契約を解除された、プジョー V10 エンジンを獲得。ササルに代わってプジョーと結びつきが強いトタルがメインスポンサーとなり、オイルサプライヤーとしても提携するなど資金面とチーム体制を強化した。ドライバーはバリチェロとアーバインのコンビを継続。第6戦カナダ GP では2、3位でダブル表彰台を獲得。 予選ではたびたびトップ10内のグリッドを確保するが、マシンエンジンともに信頼性に欠け、いくつかのレースで入賞を逃し21ポイント獲得、ラキング6位にとどまる。チームは翌年もドライバーラインナップを変更せずに戦うと発表したが、フェラーリがシューマッハのチームメイトとしてアーバインの獲得を発表。フェラーリがジョーダンから契約を買い取る形で、チームに 多額の資金がもたらされた。メインスポンサーにタバコブランドのベンソンヘッジスを獲得し、マシンカラーはシャンパンゴールドに模様替えした。ドライバーはバリチェロに加え、ベテランのマーティンブランドルとセカンドドライバー契約をした。プジョーエンジンはエキゾーストシステムの開発が進んでパワーアップし、信頼性も著しく向上したが、 シャジーの開発が思うように進まなかった影響で、セッティングが決まらず、22ポイントの獲得にとどまる。ランキングこそ5位に会議ザックが一度も表彰台に上がることはなかった。AS のバリチェロはスチュワートに移籍し、ブランドルは会員一から引退。ホーミュラ日本の初代チャンピオンとなったラルフ・シューマッハと、前年ミナルリで構想したジャンカルロ・フィジュケラという若い2名を起用した。 197のカラーリングも、前年度の金色から、黄色主体に変更され、フロントノーズには、スポンサーのベンソンヘッジスからの要望でスネーク、ヘビが描かれた。炎上のインダクションポットや、エレクトリックデファレンシャルを採用し、プジョーエンジンも信頼性、パワーもに、さらに向上し、前年までに比べ大幅な戦力向上を果たした。予選では台揃ってのトップが回。 決勝でも、第3戦アルゼンチン GP で3位に、シューマッハが入賞するなど、表彰台3回を含む入賞12回を記録し、トップ集団での争いを展開した。しかし、シューマッハの初表彰台は、レース途中に、チームメイト同士が接触した結果で、これを機に2人の関係は一気に冷え込むこととなった。フィジケラはベネトンへの移籍を決意し、チームは契約を盾に、 ベネトンを訴えるも敗訴。また、プジョーがフランスチームのプロストと契約したため、3年目で関係を終えることになった。エンジンは、ベネトンやミナルディなどとの争奪戦の末、プロストから放出された無限イコールホンダ V10、エンジンを結果的にトレード状態での搭載となる。ドライバーは2年目のシューマッハと、アローズから移籍したチャンピオンである、デーモンヒル。 チーム発足以来初のチャンピオン経験者の加入となった。198はカラーリングをスネークからスズメバチに変更したが、前半戦は全く機能せず成績は低迷。デザイナーのゲイリー・アンダーソンはチームを去ることになるが、中盤からマシンの改善に成功。立て続けに入賞を果たし、ついに第13戦ベルギー GP で大波乱の展開を制したヒルが、 優勝、2位にはシューマッハが入り、チーム初優勝を1から2フィニッシュで果たした。その後もコンスタントにポイントを稼ぎ、最終戦日本 GP で、ヒルがファイナルラップにて、ウィリアムズのハインツ・ハラルド・フレンツ・エンを抜いてくらい、入賞したことで、ベネトンを逆転し、コンストラクターズ4位を獲得。当時絶対の存在であった、トップ四チーム、マクラーレン、フェラーリ、ウィリアムズ、 ベネトンの画像を崩す主君を達成した。なお、フィジケラと不仲になったラルフと、ラルフの兄ミハイルと数々の因縁を残したヒルとの関係も注目されたが、二人はかなりうまくいっていたという。ただし、ラルフは、エディ・ジョーダンと不仲になり、移籍を決意、訴えを起こして、ウィリアムズに移籍した。ドライバーは、シューマッハと入れ替わる形で、ウィリアムズから、 ハインツ・ハラルド・フレンツェーンが加入し、ヒルとコンビを組む。前年途中に、ティレルから加入したマイク・ガスコインが手掛けた199は、パワフルな無限エンジンとバランスのいいシャシーが、相まって高い戦闘力を発揮する。フレンツェーンは開幕戦から、表彰台に上がるなどコンスタントにポイントを獲得。フランス GP とイタリア GP で優勝し、ドライバーズチャンピオン争いに絡む。 大活躍を見せた。タイトル挑戦に向けて重要なレースとなったヨーロッパ GP でもポールポジションを獲得したがトップ走行中に電気系のトラブルでリタイアして夢は絶たれた。一方のヒルは前年の活躍が嘘のような不審で地元イギリス GP で引退するのではないかと騒がれた。最終戦までドライブを続けるモノチームには貢献できず。 ワールドチャンピオン獲得者としては寂しい形での引退となってしまった。チームは優勝2回で61ポイントを獲得。コンストラクターズ選手権では前年からさらに一つ順位を上げ、プライベーターチームとしては大志君の3位を獲得した。開一参戦10周年さらなるステップアップを目指したチームはマシンコンセプトを一新。チームオーナーのエディ・ジョーダンのイニシャルと十年目という ことから、ニューマシンは EJ10 と名ずられた。エンジンは引き続き無限ホンダを使用する。ドライバーはエースのフィレンツェンに加え、ヒルの後釜としてプロストグランプリからやるのトゥルーリを獲得した。ところが、このマシンは潜在的なポテンシャルを持つ者の,の神経質すぎて、信頼性にも問題があり、新車 C である EJ10 バイトを投入したが、大きな効果はなかった。 さらにガスコインがシーズン中にルノーへの移籍を表明し、開発体制は弱体化した。フレンツエンは表彰台2回、完走6回にとどまり、トゥルーリは予選で速さを見せるものの表彰台に上がることはできなかった。チームは17ポイントしか獲得できず、ランキング6位に交代。無限ホンダとの関係もこの年限りとなり、ここ数年間の上昇ムードに歯止めがかかった。 無限との契約を打ち切り、多額のリース料を支払って、ホンダエンジンを獲得。カスタマー契約ながら BAR と同格のワークス仕様を搭載する。カラーリングは、スズメバチからシャーク、サメに変更した。ドライバーは、フレンツェン、トゥルーリが残留し、前年、BAR のレギュラードライバーだったリカルド・ゾンタをテストドライバー起用した。ところがシーズン前に、 エンジニアの大量離脱があり、マシンもエンジンとのマッチングに苦しんだ。ドイツ GP 直前には、突然、フレンツェンを解雇。代わりに、ゾンタを2000起用した後、プロストからジャン・アレジが加入する。アレジは契約延長を望んだが、ホンダとの関係で、チームが佐藤拓磨を起用する意向であったため、最終戦日本 GP をもって、現役を引退した。 この年の表彰台はなく、前年並みの19ポイントにとどまった。しかし、BAR の不振によりランキングは5位に浮上した。全シーズン終了後に、ベンソンベッチスが支援を大幅に縮小。DHL が新たなメインスポンサーとなるも、資金繰りが悪化する。イギリス海産チャンピオンの佐藤拓馬と契約を結ぶ、ことで、ホンダからのエンジン使用量の大幅減額の恩恵を、 受けるも、資金不足の影響でテストも、ままならなかった。ドライバーは、トゥルーリと入れ替わる形で、ジャンカルロ・フィジケラが復帰した。フィジケラと、佐藤は検討するものの、エグバル・ハミデが設計した、e、EJ12 の開発が進まず、成績不振。シーズン途中からゲイリー・アンダーソンが、チームに復帰するものの、年間通じて、わずか9ポイントしか獲得できなかった。 最終戦日本 GP で佐藤が5位初入賞した2ポイントで6位を確保したが、資金難に伴いシーズン中には60名に及ぶスタッフの解雇を実施し、チーム力はさらに低下していく。タイトルスポンサーだった DHL が前年限りで撤退し、これまでチーム規模を拡大してきていたことも災いして、一気に財政危機に陥る。 ホンダエンジンも大幅減額が廃止されたため使用継続を断念し、使用量が安い、実質無料とも言われたフォードコスワース RS1 を使用することとなった。ドライバーはフィジュケラが残留し、佐藤に代わって、フォーミュラ日本前年チャンピオンのラルフ・ファーマンと契約した。イギリス人のファーマンと契約することで、ベンソンヘッジス社からの支援額が若干上乗せされはしたものの、 資金不足は改善せず、EJ13 はバランスが良いオーソドックスなマシンだったが、資金不足と非力なカスタマーエンジンでは苦戦、ミナルディと再会を争う位置まで交代してしまう。その苦境の中、ブラジル GP では雨絡みの荒れた展開の中で、フィジュケラが奇跡的な初優勝を達した、同時にこれがチーム最後の優勝となった。この勝利以外は入賞2回で、 前年を上回る13ポイントを獲得したが、ランキングは9位に後退した。エディ・ジョーダンは、資金難にあえぐチームの売却を検討しながら参戦。前年同様フォード名義のエンジンをコスワースから供給を受ける。ドライバーは一進し、フィジケラと入れ替わる形でザウバーからニック・ハイドフェルドが加入。セカンドドライバーは、ジョルジオ・パンターの1から7、9から15戦と、 ティモグロック、8、16から18戦を起用した。マシンはミナルディを上回るのが、精一杯で、入賞は3回、ハイドフェルド2回、グロック1回、計5ポイントでランキングは9位のままだった。ハイドフェルドは走らないマシンながらも検討し、その実力が認められ翌年からウィリアムズに移籍する。2005年1月24日に、 アレックス・シュナイダー率いるミッドランドグループへのチーム売却を発表。同時にオーナーのエディ・ジョーダンがチームを去ったが、登録上このシーズンはジョーダングランプリ名義のまま戦うことになる。エンジンはフォードの F1 撤退を受け、トヨタからカスタマー仕様の供給を受けた。ドライバーはティアゴ・モンテーロとナレーン・カーティケアンというルーキー2名。ジョーダン最後のマシンとなった。 EJ15 の信頼性は高く、モンテーロは19戦中18完走、開幕から16戦連続完走という記録を残す。アメリカ GP ではタイヤトラブルの影響で、ミシュランユーザーすべてが決勝スタート前に危険、事実上のレースボイコット。ブリジストンユーザーのみで争われたレースで、フェラーリの2台に続いてモンテーロが3位発表招待。 カーティケヤンが4位という妨害の好成績を収めた。このほかモンテイロがベルディ GP で8位入賞し、ランキングは9位のままながらも12ポイントを獲得した。この年限りで14年間にわたるジョーダングランプリの歴史に幕を閉じ、2006年にはチームの名称がミッドランド界一に変更された。その後もチームの本拠地や主要スタッフは変わらないものの、年には スパイカー会一、2008年には、ホースインディア、2018年シーズン途中で、レーシングポイントへと次々に売却され、オーナーを変えながら、会一に参戦している。ジョーダンは、ミナルディアザウバーと共に、新人ドライバーの発掘に秀でていると言われていた。イジア時代には、F3 で、アイルトンセナ、テスト走行や、ジョニー・ハーバートを、国際会参戦では、 ジャン・アレジやエディアー・バインを排出している。会一においても、1991年にベルト・ランガ賞がシーズン途中に逮捕された際に、ミハイル・シューマッハを代役に立てデビューさせ、他にも1993年にはルーベン・スバリチェロとエディアー・バインをデビューさせ、1997年にはラルフ・シューマッハをデビューさせるとともに、ジャン・カルロ・フィジケラを抜けするなど、 後の有力ドライバーを続々と排出している。佐藤拓馬も2002年にジョーダンからデビューしている。ノーウィッキー、ノーウィッキー車体になっているドライバーはスポット参戦など、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。